英イ,イタルは、中国語漢末期から三国時代の政治家。字は大けぶり。遠州陳流氷上有権の人。父は英個子。子は、英律、英慶、守る会。孫は、英慶。三国志義士に、捨てがある。父は、曹操が董卓を打つため義兵を挙げた時に協力した人物の一人であるが、 曹操が、東卓軍の助衛に敗れた戦いで戦死している。過去を氏が、人流大衆であったとき、栄いたるは、経理として登用された。あるとき、過去を淳が、英いたるの夫人を主演に呼び寄せようとしたが、英いたるは道徳に反する行為だとして、これを拒絶した。過去を氏は腹を立て、英いたるを拘束したが、後に赦免した。英いたるは、五官朝廷に使え、 公門次郎となった。東軍の主越という人物が乱を起こし、栄一るに協力を求めた。しかし曹操は亡き英国の中節に金ね,ね感じ入っていたため、これを信じなかった。純育からも信じないよう同様の報告があったため、曹操の栄一るへの信頼は、さらに強まった。後に、栄一るは直命を受け、記人を迎えるため、曹操政権のもとを訪問した。 曹操はこの機会に、栄、えー、いたるを自身の配下に止め、上層して、上昇府にもらい受けさせ、軍事に参画させた。亡き栄一個々の急行を改めて称し、館内功を与えた。栄、えー、いたるは後に塗装場となった。曹職が曹操から長愛を受けると、栄忠だが、栄、えー、いたるに結託することを求めたが、栄、えー、いたるはこれに応じなかった。曹費が、 大位につくと、三期常時に、また定位につくと、暗黒抵抗に封じられた。早々期以来の軍臣たちが義を称える一方で、五感の徳を口々に変したが、栄位至るだけは、全上の特技を理由に、五感の徳を称えた。早期は、栄位至るを称え、三陽光と同様の扱いにすべきだとし、少書に昇進させ、時中、微部少書に転任させた。 総比が高齢に遠征したときは、中領軍大公として随行した。総急が、後の降伏者より入手した、孫権の同性情報について、それは、偽りなのではないかと意見した。後に、英居たるの意見が正しかったことが判明している。月日は流れ、総比は、総理を長愛するようになっていた。あるとき、総比は、英居たるに対し 平原校となっていた総職について尋ねた。永意樽は総職の徳について称えたが、決して宗林のことについては口に出さないようにした。総英の時代には、皇后校に爵位が進んだ。少書僕屋に移り管理の登用を担当し、自中の官位も再び加えられた。章はると人事について、意見を交わした形跡がある。 静まり返っていた職官が諸葛亮を先頭に転水に侵略してくると、英いたるは兵を派遣して、領土を断つよう進言した。さらに進む職将軍、刈り武士と領収処軍時に任命され、長安に向かったが、長安に着いた頃に職軍が撤退したため、そのまま帰還した。英いたるは帰還すると元の職に復帰し、公禄大部に任じられた。 宗栄が宮殿造営に熱中するようになると英意、ええ、至るは厳しく、これをいめた。また、電中官が勝手に乱大霊主を逮捕する事件が起きると電中官を厳しく追及し、宗栄の干渉にも毅然と反論した。再び、職官が夜国に進行し、また進む南将軍から呉の主前が京城を通過し攻め寄せてきているという情報が入った。 栄意いるは自然の動きは陽動で、結局は孫権の合皮攻めに合流するだろうと呼んだ。孫権は自然を椅子に呼び、合皮を攻撃した。この時、宋栄は合皮の援軍に自ら出向こうとした。栄意いるは、孫権の進行は諸葛亮に同調するポーズを取っただけで、実際は形勢を傍観しているだけであること、また合皮は健常であることを理由に、 申請せず軍隊の費用を節約すべきと述べた。果たして総英が陣容まで赴いたところで、孫権は引き上げた。また後に、旧権が上層し、両党の抗争源を制抜することの許可を求めてきた。英意たるは、旧権の計画が無謀であるとして反対した。旧権は兵を動かすことを許されたが、やはりうまくいかなかった。高齢となり、四空に昇進し、 さらに死徒となった。生死年間には、長援校に封じられた。千個の領有を有し、一死も霊行された。ある時曹操は、過去を元を使いに送り、永遠至るに、少書令を兼務させたいと伝えさせ、また、弟に娘を嫁に嫁がせたいとも申し入れたが、いずれも拒絶された。死後、大尉の勘を追贈され、慶功と、送りなされた。ありがとうございます。